どこで練習する？え、どこ行く？足っす。足？足？足、ほんま苦手。もう足嫌だよ、俺。お尻と足っすかね。ああ、まあやってごらん。もういきなり入っていいですか？入っていいよ。縦っすよね。縦。そう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 。もっと入れていい。いいっすか？うん。そうそう、そこまで。そこまで入れないと多分、あの、悶絶整体に来る人は、ま、納得しない。そうそう、もっと入れてもいいぐらい。そう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 。あーっていうとこまで行くぐらいがいい。そうそうそう。あー、そこそこ。で、お尻とその太ももに関しては、肘使ってもいいからね。あ、ご肘使っていいってことですか？うんうんうん。俺の中でも今そうしてる。そう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 普通に受けれるな。え、俺悶絶しないと？もしかして。これ結構入ってます？うん、もうちょっと入れてもいいけど、うん、まあ耐えられない俺が。うん、そこはいい感じだね。おお、いいね。そのポイントいいね。もうちょっとね、もうちょっとそこ。あ、でも、あ、そこで合ってる、そこで合ってる、合ってる、合ってる。ごめん、ごめん、ごめん、合ってた。ここでいいですか？うん、合ってた、合ってた。そう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 。もっとガツンって言っていいよ。もっと、いいです。ガッって入れて。いいです。そう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 。角度的にこう逃げちゃうから、はい、若干こうよりかは斜め下に、うん、そう、ほら逃げない。うわー、逃げない。そう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 、もっとそこグッと入れていいよ。いいでいいです、うん、入れなきゃダメ。そのあの基本的に、あ、はい、はい、はい、あ、ご苦労様です。いつもすみません。はい、ご苦労様です。ありがとう。はい、ありがとう。いや、大きいですね。フェイスペーパー、フェイスペーパー。あー、はい、どうぞ。ああ、そう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 、もうちょっと俺はね、こう、そう、そう、その方がいい。よりいい感じになったでしょ。なってる、うん、いい感じ。そう、うわー、陽気くわ。内側もこの、このライン1本だけでいい。うん、そのライン1本だけでいい。あの真ん中の線だけ。どんどん、うん、それで外はやらないですね。外はやらない、はい、痛いだけだもん。じゃあ反対側行こうか、はい、もっと入れていいよ。体も使えてんね。うんうんうん。
こまで入れれたら大丈夫だわ。ああ、そう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 。もうちょっと斜めかな、色が。そっちの方がいいね。うん、全然違う。ああ。わかるでしょ、なんかやってる。ほら、そっちの方が効いてる感がする。あ、こういうのは。うん。そう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 。押しにくいけどね。はいはい。その斜めの方がいい、もうちょっと。そうだね。ちょっとした違いだからね。そうっすよね。うん。で、斜めなんだけど、もうちょっと内側。そこ。うん。それ。ほら。それ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 。それ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 。で、こっからずれたらあんま効いてないってことになるんですよね。そういうことね。ポイントが。そう。その押してる感じわかる？今、指で。そこ、ちょっとコリコリしてごらん。ここやったらまあ違うんですね。それよりも、もうちょっと内側。そこ、ほら、そこ、今硬いのあるだろ、それ。はい。そことさっきの硬さをさで比べて、違うでしょ。こっちの方がより硬いでしょ。硬い。で、その硬いところを、硬いところしか触らなくていいから、逆に言えば、そっち柔らかいのね。微妙ですね。うん。これとこれですよね。そう。そこそこ。確かに硬いっちゃ硬いです、ね。うん。で、その硬いっちゃ硬いってところをしっかり触る。触ってほしくて来てるからみんな。まさぐったらあかんですね。まさぐるんだったら何回か、今結構グッと押さえてグーッと体重乗せてパーッと離していくよりか、もう少し早めの速度でもいいから何回か押さえて、あ、こいつ硬いわと思って、はいはい、何何、もうまさぐるっていうか、こうやって押さえて、こうやって、あ、ここだわ、あ、これこれっつって、あ、もう押すことによって何回か失敗してもいいから、3押し目、4押し目ぐらいで場所見つけて、もうそこに集中的にその筋攻めていく方がいい。それだったらまさ、探してるって思われない。はい、うん、はい、上半身は結構分かりやすいんですけどね、硬、うん、いところとか。そうそう、まあでも下半身その辺だよ。もうちょっと内側。そこ、それ、そいつ、それが一番今聞いてる。あーっていうとか。あ、そうそうそう。もう少しスピード上げていってもいいけど、まあスピード上げると押さえるの難しいもんな。あ、押すペース上げていくってことですね。うん、そうそうそう。ちょっと早くなった。まあ浸透圧系でもいいけどね。あ、まあまあまあそうだね。そこそこ。それがしっかり押せれたらいい感じかな。太も入ります。真ん中、それ外？真ん中？これ真ん中です。真ん中？はい。うん。多分両手でやってるから。うん。ちゃんと縦指でしてる？縦指でやってます。ああ。痛くないもん俺まだ。あ、マジでいきます？いや、苦手だからやめとこう。いや、ふくらはぎ痛いかなと思って。さすがにね。はい。
すがに仕事にならなくなっちゃう。治療してあげたらいいんです。そうすると背中が緩むからね。いつも押されてるでしょ。ですね。そうそう、その筋よく分かってる。で、言うならふくらはぎもう少し、ふくらはぎに至っては、動きすぎ、もうちょっと細かい押さえて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 じゃなくて、押さえて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 の方がより効果的。え、収納は人押しをして、人押しをして間を空けるんじゃなくて、こう、あ、もう詰めてやるってことですか。そう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 、あ、そう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 。で、その中の硬いポイントあるでしょ、はい、そことか、はい、を集中的に何回も押さえていく。ほら、そこなんかもう緩いでしょ、はいはい、うん、柔らかいとこはもう触らなくていいの。あ、往復するってことですね。そう、それのところの、あの柔らかかった場所あるでしょ、はい、その柔らかかった場所はもう覚えてるから、はい、それも全部飛ばして、はい、硬いところだけを押さえていく。あ、なんか往復して、そうそうそう。でもそれだったら一番初めはその、あの何、あの詰めて押さえていって、はい、であとは硬いところだけを狙って、はい、延々と押さえてあげる。ああ、そうすると、ああ、そこそこって言われるようになるね。それももうちょっと斜めから入れてあげるともっと効くかな。ああ、痛い、言うんじゃなかった。でもそれ、ああ、そうそうそう。こうじゃないってことですよね。そう、そうじゃない。斜めの方が入る。そう。でもなんか、より力が入ってる気するでしょ。確かに。ふくらはぎは外から行くんですね。外側からもする。そっち側じゃなくて、その内側、もう一本、内側の筋がある。あ、もう一個はやるんですか。うん、もう一本の筋もする。ここの筋ね。あ、真ん中とこっちと、うんうん、外側の筋と、この骨際の、この部位、押してごらん。下からね。下からの方がわかる。こうっすね。うん、うん、もうちょ、あの、それ骨、そっち側、そこの筋。そこの筋が硬いと思うんだって。この向きでいいんですか、押すの。うん、思いっきり押してごらん。もっと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 。もっと、大丈夫。うん。そうそうそう、ほら、今、コリッとしてる。あ、はいはい。その筋が硬いとか多いのね。で、そこの筋が、あの、その筋が硬くなってこう上がってきて腰痛になる人が実は多くて、はい、で みんな結構あの足の外側をみんなそこばっかり使うから、はい、まあ、とりあえずそこ押してて。もっともっと、そうそうそう、あ、それぐらい、それぐらい押さえるのがいい。コアゴアだよ。ですね。もっといいから、潰れないから、俺の体潰れない。それ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 、じゃあそこをちょっとグリグリ触ってごらん。コリコリしてみたら、ほら、そこに硬いのあるでしょ。はい、これですか。うん、はい、あの、俺はまだそのなんていうの、インナーマッスルを使ってマッサージするようにしてるから、そこにコリが少ないんだけど、はい、一般の人っていうのは俺が、うん、硬いってことですか。うん、硬くなってるの、そこが。そいつそいつ、もっとぶっ通されていいよ。俺以外にする場合はもっとね。いや、俺でももっといいよ、入れてくれて。ふくらはぎって結構怖いですもんね。怖くない、大丈夫。
ですか5分以内で終わったら大丈夫。リラクゼーション絶対やらないですもんね。しない、しない。嫌がるからね。痛いの分かってるから。そうそう。でも痛いのをそこを緩めて、何太もも緩めてあげると、背中が緩むからね。ああ。だからそこは、痛がるけど、抑える場所。もっともっと入れて、ちょっとレベルで入れてごらん。お、いけろいけろ。そう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 。で、この、こっちはやらない。そっちはこうしてからする。あ、こうして。足をこうしてから、で、そうこう。そう。もう一回入れていいよ。あー、気持ちいい。普通に気持ちいい。で、ここも硬くて、じゃあね、痛がる人もいる。あー、そうっすよね。うん。お、ちゃんと足膝使えてるね。やるじゃん。そう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 。今最近やってるのは、それに、膝裏をしっかり押さえてあげる。ああ、やってますね。うん。じゃあちょっとそこやってみよう。そこそこ。わあ。全然痛くないよ、俺。やった、健康体だよ、俺。これ結構大丈夫ですか？あ、もっと入れていいよ。いいですか？グイグイ入れてる。で、今ほら押しててもそんな硬くないでしょ。硬いっていうかなんか硬いし、もっと硬いんですか。もっと硬い、入らない。あ、そうなんですか。うん、だからもっと入れてくれてもいい。これ柔らかい方なんですね。これ柔らかい方だと思う。うんうん、そんな感じ、いいね。お尻っていいですか。え、反対の足やってくれよ。え、中途半端。ふくらはぎもちゃんと反対側やってよ。あ、これ外はないですね。あ、そうそう。バランス狂っちゃうじゃん、そんなの。あ、こっちの方がちょっと痛いわ。あ、そうなんですか。硬くない？こっちの方がなんかちょっと。若干硬いような気しますね。うん。あ、全然入れてくれていいよ。ね、若干硬い気するよね。はい。ああ、効いてる気するわ。効いてる効いてる。ああ、こんな感じなのね。俺今マッサージ受けることないから分かんないからさ。そうっすよね。自分がどういうふうにやってるかっていうのは分かるけど、で、どういうふうにしてるかのも分かるけど、どういう久しぶりだもん、マッサージ受けんの。気にかんのがすごいですね。何年ぶりって感じだからね。絶対この仕事だったらしんどくなりますよ、体。ならへんって。そんな。なってへん人いるやん。リラック行ってても気に入ってたの。あ、いいよ、格安でやってあげるから。無料ではしないけど。あと外側、外側、外側、うん、はい、そこもっと入れていいよ、うん、全力、フルフル、イエーイ、気持ちいい。気持ちいいかも。超気持ちいいかも。俺やっぱ凝ってないんだって。両端だいぶ硬いですね。あ、この前触ってちょっとびっくりしましたけどね、背中。え、マジで？もっと柔らかいと思ってました。あ、あ、あっとね、
が忙しすぎたから6月が忙しすぎたからあかん。なんか今なんか変わらんやんと思ってたね。あもう今度からおあのマサトに統一するから密度に統一して。え、なりますか？呼び方。あ、水野さんでいい。うん、もうそれでいい。水野先生でも何でもいいから。うん、俺もマサトの呼び捨てにするから。もうあの動画上そうするわ。そんなに硬かった？いや、背中パンパンやったですよ。パンパンやった？はい。さすが常連やと思いました。え、常連？あお客さんいっぱい来るからね、最近ね。わあ、それ、あ、それ好き。うん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 。はい、フルパワーいってみよう。レッツゴー。お、いい感じ、いい感じ。おお。気持ちいい。やっぱそこでもやっぱもう少し斜めから入れた方がいいかもね。あ、斜めから入れた方がいいですか。あ、そうそう、角度的に斜め、うん、それはいい。利きが全然違う。指の角度が変わったね。いい、そっち、そっちがやっぱり利きやすい。ああ、そんなに力入れてる感じは変えてないでしょ、だって。そうっすね。うん、よりだったら今みたいに斜めの、斜め45度ぐらいの角度の指の動き方向にした方が、ほらあの 1.5 倍ぐらい効いてる気がする。あ、そうなんすか。うん、一回寝てみる。はい、ね、例えば、これを横から押さえた感じ、これね。はい、で斜め45度から押さえた。あっ分かった？今全然力変えてないでしょ今。まあ、最初でも言いなかったっすけどね。横から入れてるけど、これがしっかり横をね、これずっと効かしてるんだけど、うん、これが斜め45度。あっ分かる？この少しの違い。こことかもあのちょっと斜めに入っちゃうとこれは効かない。あ、はい、下に骨があるイメージで押すとここ。はい、ああ、はい。で、これだったら効かないよね、横だったら。あ、そうですね。全然効かないでしょ。はい。全然気持ちいいだろ。はい。で、ここの横だったら全然気持ちいいだろ。あ、まあまあ、ちょっと痛いですよね。で、これが、はい、うん、逃げない。ここで、横じゃなくて、45度。45度の違い。あ、そんなチャンス。違う違う違う。本当に細かいことなんだよ。こう押すか、こう押すか、この力加減とこの力加減っていうのは全然違うの。痛かったーって。顔見たら分かるわ。どこ行く？お尻行きます。お尻、はい、ちょっと待って、お尻この辺になるから。はい、うん、いやいや、入ってるの忘れてましたもん。え、撮影されてました、音響忘れてました。撮影されてるよ。当たり前じゃん、このやり取りも全部残るからね。これみんな、これ足曲がります、みんな。結構みんな曲がるし、悪い人っていうのはね、こう上がる。あ、ここが、ここが、だいたいね、正常な人はこうやってペタってくっつくんだけど、うん、悪い人はね、こう上がる。ああ、寝ててもこう上がってる。はい、で、これを押さえてあげたら元に戻っていく。あ、そうなんですか。うん、で、こうなってる人っていうのは意外とね、ここをお尻を押さえてあげたら、あー先生前の方がつるーとか、この辺が横かーとか言ってくる。なるほど。はい、こうお尻は肘使っていい。お尻肘使っていい。でも肘使う場合ね、ここまずここを押さえる。あ、肘で。うん、肘でブイブイ超。こう今ね、真下に押さえてるでしょ。はい、引き込みながら、あ、こう中に入れる感じ。そう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 。あー、全然違うよ、ほら。ちょっと待って。